ちょっと激しくなってきたか。
いや、そうですね。
ちょっとどうしても一生同士で勝ちに行きたいって言ってそうですね。また強度が高いからちょっとこう熱くなって、そうですね、スポーツマンのアプリが熱くなったりしてあとも少しだけね、アフターに行くときとなかなか難しいことがあるんですけど、やっぱりそうですね、仕方ないと言えば仕方ないですけど、現在スコア2対0でボラーダーのリードしていきます。さあ、ムンブラボ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 ラ、やはりこのねアレモリカの選手のディフェンスの強さです。そうなんですよね、そこの前で今のラダー選手を抑えられたりとかしてましたから、ここがね大事で。さあ、ラメイラ選手倒されたこれはアウトファウルの判定、後ろからちょっと押したというサルトです。さあ、フリーキックありました。さあ、右サイドファウルから、さあ、メラセがどうする左サイド突破するか、メラセどうなるか。さあ、クリアした。ここは右の前のスリアンカーの再開、はい、さあ、左足でボールを出す、さあ、このファンですね、ファンもいい動きをするんですよ、この体の強さを生かした。さあ、キープできたファン、さあ、ちょっと激しい球際、さあ、ファンそのままでシュートをつけ、ファンこぼれたところを押さえ、キーパーが触ってくるのか、ラミーラがそのまま詰めたということで、そうですね、キーパーよく触りました。はい、素晴らしく、さあ、1点ボールにボールを預ける。さあ、メラ体を打ってから5点を打ちながらメラ、さあ、そしてリリースサイド西川タレス、さあ、ちょっと前にそのまま少しゆっくりだと思うが少しちょっと変わっております。ちょっとね、さっきクリアした後選手が、はい、メラ選手が足がちょっと目立らしく出たかなと思って、さあ、ちょっとね、今、扱い選手、ジュニアの選手でしょうか、今、話しまして、高井選手、田中を入れているのが、はい、そうですね、17番選手ですね、今、2人目にも見えたんですけど、今、ちょっと、クリアしないと、どういうのね、選ぶようなって、ちょっと、怪我はだんだん大丈夫ならいいんですけど、そうですね、少し心配かなと、今のところね、大きく怪我はてないので、ちょっと心配ですけど、ピッチ上では、少し外出るか出ないかの判断、心配とも話して、はい、ただ、この一瞬でプレーが止まっているのは、冷静ではないので、そうですね、止まるかなと、ちょっと自分の中で選手の立ち上がったんですが、どうですかね、どう続けるんですかね、高橋選手。さあ、ちょっとね、ここは集中プラスに。さあ、ここでインドドラゴンの再開ということでスローインの再開です。さあ、激しくなってきております。そこさあ、メラフがボールを持つ、さあ、メラフがマグナもいますね。さあ、マグナがボールを持つ、さあ、独特な広がしに行く、さあ、うまく体を当てる西川さんですから、メラフがもらう、もう一度さあ、西川ボールをカットしたのはインセン、ボールを持ってる、はい、左サイド勝利、さあ、マグナから戻したところ、ファン今トーキッド、きれいにファンがリターンをもらってすぐトーキッド、ボールに出したね、惜しかったです。ただいい形でしたね、そうですね、今マグナが入ってこう一つね、ポストができる人間がメルともう一人、さあ、ちょっとどうにさあ、ちょっとレイを見てみましょう。さあ、どうなんでしょうか、このフリーキックの選手です。フリーキックの選手が得点、2対0でフリーキックの選手が得点。さあ、フリーキックの選手は、タベル選手とセルコーの2対0で、サイアーと役目の選手とタベル選手が出来上がったということで、さあ、直接もらうと。どちらの国でやってるのかというと、これが壁を押すんですが、それが壁を押すんですが、おっと面白い、さあ、おっと下に来たか、壁からの奥村というトリックプレーしたか、ちょっとね、さあ、素晴らしいマグナの落とし、さあ、今は素晴らしい、そうですね、あそこ大事なパンクです。さあ、いいボールを
さあ、ここで破裂した前半戦が終了しました。